Am 20. Dezember 1955 empfing Japan das Land der aufgehenden Sonne eine Reihe von kleinen Engeln aus Österreich.500年の伝統を誇るウィーン少年合唱団が1955年に初めて来日いたしまして、全国各地で31回ものコンサートを行いました。天使の声と言われたりもいたします。その透明な声のみならず、セーラー服を着た可愛い姿が日本国中を魅了いたしまして、ウィーン少年合唱団は今日のアイドル歌手顔負けのもてはやされようでした。